皆さんこんにちは。こんにちは。つい先日、はい、ワールドカップが終わりましたね。いや、やばかったな。決勝見ました？決勝。決勝ね、僕体調悪くて後半途中出場だったんですよ。マジっすか。あれはもうトータル120分プラス PK 戦込みの、あれ全部込みで、なんか込み込みセットのプランですよね。あれはね。そうらしいですよね。前半だってもう 2-0 だったっすもんね。後半見た時はもう 2-0 で、まさかのこのまま勝つんだと思って見てた。そう見てたけどね、前半見てたらもう圧倒的に、ああこれアルゼンチン行くなって思ってたけど、まさかのあそこから2点取ってエムバペハットトリックするとは。いやでも最後なメッシが持って帰ったりとか、いいワールドカップだったなって思いましたね。あ、僕ね、延長のね、メッシ決めた時大号泣した俺。いやでも分かるな。なんかね、なんですかね、あのね、サッカーの試合ではあまり出ないような感情がなんか込み上げてきた。メッシ死ぬんかなっていうくらい。ああ、確かに、ね、最後のワールドカップって言ってたしね。いいワールドカップでしたね。そうですよね。まあ、なんかいろんな注目選手いたな。クロアチアのなんかフェイスガードの名前出てこない、今。ガルディオラみたいな名前、ね、そう、グアルディオール。あとオランダのガクポ。はいはいはい。全然なんかこう前評判で、いやなんかヨーロッパ2だったらしてたかもしれないけど、ちょっと最近 J リーグ2、そして J22 だったら僕にとってちょっと海外広いなってことです。激狭なとこして生きてたから、はい、あこんな選手いるんかってなって、まだ若いしね、20歳でしょ、だってグバルディオール選手に関しては。ガクポでしょ、若いし、まあ、そういういろんなタレントが出て、今後ね、どうビッグクラブに動くのかっていう動向が注目されますよね。で、今いろんなね、選手の動向が気になる中で、今年も大人気だってますよね。あ、いいな。そうだね、大人気です。大人気企画の新戦力チェックが来ました、はい、この季節、はい、そうです ね、やりたかったのがすごい伝わってきます、ね、そうやりたかったんですよ、僕はとても、はい、ということでね、新戦力チェックスタート。さあというわけですよ、新戦力チェックやっていきますけども、はい、さあ今日ご紹介いたしますのはお、ジャパネット今日ご紹介いたしますのは、ブラジルからやってまいりましたエブルトン選手です。これはあれですか、新加入でいうと第1弾発表かな、エブルトン選手はね、おそらく1個目でビッグサプライズ来たんじゃないですか。サプライズではないか、大物、あのレアンドロ・デサバトさんみたいな感じですよね。ああ確かに、ね、確かにね、確かにポジションもちょっと似てて、 J リーグ経験あってっていうことですけど、はい、エベルトン選手今30歳ですか、僕の一つ上だ。ちょうどいい、確かに成熟したボランチね、うん、でブラジル出身でして、身長181センチ、73キロ。あれ意外と小さいな。そんなごつくはないんだね。画像を見ると結構ひょろいよね、マルちゃんみたいな。あー確かに、風格もマルちゃんみたいな感じですけど、うん、でポジションミッドフィルダーですね。そして主戦場はボランチですか。ボランチね、モックも残ったし、フォギも残ったし、ヨシキ選手も残ったし、なかなか熱いよね。なかなか熱いね。でもそこでももうなんか先発第一希望じゃない、第一候補そうなのぐらいのあれじゃないですか、やっぱり。へー、僕的にボランチっていうよりもなんか 1.5 列目っぽいんだよね、なんかプレイ見てる。理由はおいおい喋るとして。で、どこのチームからやってきたかと言いますと、ポルティモネンセ。ザワザワしたの、ね、ザワザワするね。なんか、ベガルタなのか、J リーグ会話なのかわかんないですけど、このポルティモネンセってなんかよく聞かないですか、J リーグ。ああ、聞く。なんかあれだよね、ヨーロッパのクラブってなんかその国籍の選手試して取ってみて、はいはいはい、よかったらおかわりするよね、その国籍。確かにね。フェンローとかもそうだもんね。そうだね。で、ポルティモネンセからレンタルしてきたわけでして、でもレッツにもね、2年間かな、在籍していたということで、J リーグ経験もあり、見ました皆さん、あの、移籍してきた時、あの、挨拶動画みたいなのをベガルタの公式が上げてて、あれ、日本語で挨拶してんだっけ？しゃべれんだ。日本語もなんかちょっといけるっていうか感じらしいですよ。でまあね、なんかこの選手、僕がなんかビッグっていうかサプライズって思った理由は、あんまり試合ヨーロッパで出れてないからランク下げて日本で戻ってきたみたいな、ね、戻ってきたみたいな感じではなく、普通にその欧州一部の主力ソポルトガルリーグじゃないですか、もう移籍してくる前までの段階で13試合かな、試合が行われてたんですよね。そのうちもう12試合に出場してるっていう、まあ、主力中の主力なわけで、はい、ポルティモネンセって結構優勝を狙えるじゃないけど、まあ、普通になんか上位に食い込めるチームで主力で出てたのが、まさかの欧州一部の主力が J2 に来るっていう、このなんか、なんでっていう、
デサボト選手の時もなんか他のサポーターがなんでベガルタみたいになったけど、はいはいはい、まさにデジャブみたいな感じでやってきたわけですな。うん、まあ、プレイスタイルだね、プレイスタイル。なんかね、一言で言うと気利くなみたいな、なんか守備だともうすすってポジショニング取って、うん、なんかスペース埋めて危機管理能力みたいな、はいはいはい、なんかそういう部分だとなんか結構モドリッチっぽいよね、あっぽいなと思ったら、なんか、はい、もうそこいるんだみたいな、はいはいはい、なんか歩ってんのかなと思ったらそこにちょうどボール来てカットするみたいな、うん、で攻撃になるとその最終ラインとその前線をつなぐ、まあ中継役としてもなんかボランチっぽい役割もしっかりしてみたいな感じの選手っぽいですね、うん、ボランチだけどでもボランチっぽくないなって思った理由はなんか結構運ぶんですよね自分で、うん、なんか小学生の時僕ボランチやってたんですけど、はいはい、まあこのサッカー生涯ボランチトップ下で生きてきたんですけど、うん、結構僕に似てるかもしれない、分からんなそれ僕もね結構ボランチなのにね結構ドリブル好きで、あ、なんかグイグイ行くわけじゃないけど、うん、そこの状況を打開して運べるんだったら運べるところまで運んじゃおうみたいな、あ、ドリブルできるボランチってことか、うんうんうん、そんな感じです。結構しかも推進力あって、あ、なんかモドリッチ選手はその来た相手をこう剥がすみたいな、うんうん、ターンしてとか、あの、そうそうだね、みたいな、あのあれとかね、あれぶつけてた、あみたいな、こうその場でこうかわしてとかではなく、ポーンって出してサササスススって結構なんかシュッシュッシュッって上がってくたりドリブルみたいなボランチだから、なんかボランチによりもなんか 1.5 列目にいた方がなんかいいんじゃないのかなっていう気はしたよね。じゃあでもあれだ、ベガルタに必要だったんじゃないそれ、うん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 、ちょっとなんか間空いてたじゃん正直。そう、結構赤崎選手抜けて、ね、あそこの位置でボール受けてシュッシュッシュッってやる選手だったり、推進力ある 1.5 列目みたいな、安石さんもやっぱ違うじゃないですか。うん、安石さんこそモドリッチだよね。ああ確かにね、うまいしね、うん、で木田選手もまた違うじゃないですか。ああそうだ、ね、あの人はちょっとドリブルしか、ではドリブルしか動いちゃいますもんね。そう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 、なんかその場にじっとしないっていうか、うんうん、ね、落ち着きがないよね、いい意味で、うん、っていう、はい、今ちょっと危ない、いい意味でね、はい、この前なんかテレビでやってたな、ね、何でも悪口にいい意味でって加えたら相手は怒らないんじゃないかっていう検証をやってたけどね、はい、お早速使った。そう、でも怒るよね、怒るよいい意味でじっとしてられないって意味わかんないもん、うん、そうで、なんかボランチそこまであんま向いてないなと思った、もう一個の理由、向いてないというか 1.5 列目の方がいいなと思ったのは、今日結構あれですね、鋭いですねあの結構なんか守備に走り回るタイプではないですよね。なんか危機管理能力高いけど一生懸命すごいディフェンスラインまで戻るとか、めちゃくちゃ前まで出て追いかけ回すみたい なんかそういうタイプの守備の仕方ではないんかなって。でもね、後ろには戻らないんだけど前には行くんだよね。なんかうーん、プレスバックはしないけど、はいはいはい、フォアチェック、こう前からのプレスは行くみたいな、だから前には強いみたいな。あ、なるほどなるほど、そう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 、だからちょっとフォギのこのぐんぐん行くとこを 1.5 割増しぐらいにして、フォギのなんか守備の走り回るところをこう 0.5 倍にしたみたいな感じ。はい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 、でも結構ね、足元もやっぱドリブル前だけに、そうだからインサイドハーフとかそういうとこもありなんじゃないかなっていうね。なるほどね、体力はあんのか、うん、体力はね、どうあれっぽいよね、なんか走れんのに走らないみたいな、いい悪いいい意味でしたね、これは悪い意味で、なんかマルちゃんっぽいよね、なんか、うん、ちょっと調子いい時だけ、はいはいはい、おいみたいな、うん、とこはあるかも。なんかでもこのエベルトン選手に僕がなんか期待したい部分は、相手ががっつり引いて、うん、ライン整えてなかなか崩せないみたいな、去年のリーグ戦あったじゃないですか、はいはいはい、点取りたいのに取れないみたいな、うんうん、その時に結構ね、積極的にこう縦に縦パス行ってワンツー受けたり、うん、自分で裏抜けたり、なんかその状況を打開するっていう、なんかそこのアイディアを結構持ってる選手なんで、おそこはね結構期待してます。なるほど、途中出場でも面白いかも。はいはいはい、あれだな、ヨーロッパマニアしか分かんないと思うけど、出ましたユベントスと、フランス代表のパリ・サンジェルマンからユベントスに行った、背番号14つけてたと思う。あ、ラビオだ。あ、そう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 、あの髪の毛縛ってるね。あ、そうそうそう、ああ、あラビオね。そう、はいはいはい、確かにいい選手だったよね。うん、でもラビオ結構守備も頑張ってたもんね。あ、そっか、でも前に行く感じは似てるかも、そういう選手かもしれない。あ、よかった。ラビオ選手みたいなね。ラビオ選手みたいなエベルトンです。はい。覚えていただいたら、はい、嬉しいと思います。は
はい、さあ続いてご紹介いたします選手はこちら、ヘビショッピングこちら大分からねやってまいりました小出雄太選手です。ああ、はい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 、こちら大分から完全移籍ですね。うん、そして待っていましたディフェンダーの選手、こちらまだ94年ですか、僕のこっちは1個下ですか。うん、でもディフェンダーにしては180センチ、体格的にはまあ普通ぐらいですね、サッカー選手って。そうですね。結構ね、小出選手は、まあ、ちょっとね、その中学から高校に上がるときにちょっと挫折をしたんですけどね、あのよくあるあのクラブユースに上がれなくて、高校入るパターンです。ジェフジュニアユースだったのかな。うん、でもジェフユースに上がれなくて、同じく千葉のね、市船に行くんですね。マセ選手の先輩ですねっていうことは、つまりマセ選手市船なの。そうですよ、市船からの阪南大ですけど。なるほど。その市船行ってあれだったね、2年生の時に選手権優勝してんだ。あ、なるほど。ん、2年生の時選手権優勝ってことは、僕らの時の選手権って市船が優勝したんだね。そして3年生の時は市船でキャプテン、順風満帆な高校生活からの大学は明治大学ですね。うん、それで明治大に行って1年生からレギュラー、そして4年生の時には関東大学リーグで優勝してベストイレブンに選ばれるという、輝かしい、輝かしい、眩しいね、びっくりした、びっくり挫折もなんかもうゼフリュースなんて上がれなくていいじゃんっていうぐらい眩しい高校3年間大学4年間を過ごして、そこで甲府か、甲府に行くんですね。大学卒業して甲府にまず入るんだな。はいはいはい、あれなんですよね、小出選手は伊藤忠道なんですね。2019年の時に伊藤監督の下でプレーしたんですね。うん、その時にキャプテンやってたのね。お、ほんとじゃあ絶大な信頼だ。で、25、6ぐらいの時にキャプテンやるってことは、なかなかのリーダーシップ、若くてリーダーシップあるっていいよね。うん、いい、ファンダイクみたいな。そうですね、もうワールドカップ終わった後だからどんどん出てくる例えが、例えがね。で、この伊藤監督の下でプレーした時は3バックの真ん中だったんだね。おお、中央できるんだ。中央できるみたいですね。まあ、この小出選手のプレースタイルといえばですね、なんかね、ボール奪取能力がいい。うん、うん、そしてなんか、スマートじゃないところがいい。わかるわかる。膝をついてでもボール奪ってやるぞみたいな感じ。泥臭い。輝かしい栄光とは裏腹に、なんかこの泥臭い感じで登り詰めた感じだね。はいはいはい。その感じがね、とても私は好感が持てました。なんかそしてなんか対人の強さが、ね、持ち味って紹介されてたんですけど、なんか強さっていうよりもね、なんか僕はうまさみたいなところがあるかなと思って、結構なんか駆け引きが上手というか。はいはいはい。それあれですね、1対1に限ってですよね。うんうん、1対1に限って。わかるわかる。間合い、間合いがうまいですよね。なんか誘い込んで誘い込んで取るみたいな。はいはいはい。雲みたいな。わかる。スパイダーユータってことで。はいスパイダー小出っていうことで、はい、結構万能型のディフェンスですね。ビルドアップもできて、カバーリングもできてみたいな、素晴らしいセンターバックじゃないですか。これはちょっと期待ですね。これ期待ですよ。主軸ですね。そう、主軸主軸、ね、だってもうベガレタ守備が崩壊していなければ、うん、あんなに苦しまなかったのではないかという感じですけども、はい、まあ、頼もしいセンターバックが大分からやってきました皆さん、はい、覚えてください、小出雄太選手。はい、はい、期待です。期待です。さあというわけでね、紹介していきましたけれども、はい、まだまだね、続きますから、新戦力チェック、はい、今後も攻撃攻撃やばっ、ギコギコギコ言ってた。ちょっとオイル塗んないとちょっと錆びてきてます錆びてきてる。新戦力チェックっていうのを引き出しますか。引退なのか。やばいよ、まだまだでしょ今からですから、はい、今から売り込んでいくみたいな、はい、だけどね、そう、新戦力チェックまだまだ続きますので、今後も攻撃期待ということで、はい、今日は以上です、はい、さよなら、さよなら。